どうも、ヒルマンです。今回はこちらのタイマーをなるべくお手軽に作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それでは早速タイマーを作成していきましょう。まずはこの左上のエフェクトライブラリーを開いて、このツールボックスの中のタイトルを選びます。その中でテキストプラスというものがあるので、それをドラッグ&ドロップでビデオ1のトラックに挿入します。これは最初から5秒になっているので、5秒のタイマーを作っていきたいと思います。次にこの右上のインスペクター、もし出ていなければこのインスペクターをクリックしてください。そしてこのカスタムタイトルと書かれているエリア、こちらで右クリックをしてエクスプレッションというもの、一番下にあるのでそれをクリックします。エクスプレッションと聞くとめちゃくちゃ難しいイメージですが、今回はテンプレートを用意したので、それに倣って打ち込んでいくという方法を取ります。打ち込んでいくものはこのシール括弧秒数、これは自分で打ち込んで、マイナスタイムスラッシュフレームレート、これも自分で打ち込んでいくことになります。フレームレートはこの右下の歯車マークをクリックすると、このマスター設定からこのフレームレートが確認できるので、その値を打ち込んでください。今回はそれでは24フレームで5秒間にするので、このまあエグザンプルとしては10となってますが、10秒ではないので5秒ということで5を打ち込みます。そしてこれをコピーして、そしてこのプラスボタンの右側、この部分にペーストします。するともうすでにこんな風にタイマーができました。あとはサイズであったり、もし必要であればフォントを変えていきます。あとこれもさらに好みですが、このインスペクターのこのメニューバーの中にシェーディングというものがあるので、今回はこのセレクトエレメントを2にしてイネーブルと、これをすると外枠が決められるので、外枠を黒にしていきます。オパシティも少し下げます。不透明度ですね。はい。これでタイマーの基本は完成しました。あとは背景を作っていきます。次にこのタイムライン、このビデオトラックがある部分、こちらで右クリックしてトラックを2つ追加していきます。そして先ほど作ったこのタイマーは一番上に上げておきます。はい、そして今回背景としてこのダヴィンチリゾルブのロゴを使っていきます。なるべく円形のものが良いかと思いますので、そういったものをご自身で用意してみてください。そしてこの右上のインスペクターから画像の大きさを変えていきます。あとは位置も微調整してください。はい、そして今回はこういったパーティクルの背景も用意したので、これを一番下のトラックに当てます。そしていらない部分をカットします。ただこれだとこのダヴィンチリゾルブのロゴがきちんとタイマーのような感じで動いていないので、それを今回追加していきます。その方法というのが、左上のエフェクトライブラリーを選んで、このツールボックスの中のビデオトランジションを選んで、その中のワイプという項目の中にクロックワイプというものが出てくるので、それを
このロゴの右端に挿入します。そしてこの拡大して、このトランジションの左端にカーソルを持ってくると、左右に矢印がつくようなアイコンに変わるので、これをクリップの一番左端まで持ってきます。そして再生をすると、このようなアニメーションになっていきます。はい、いい感じですね。こういった方法で簡単にタイマーを作ることができるので、皆さんも挑戦してみてください。何か参考になれば嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。ヒルマンでした。